皆さんおはこんばんちは。ゆっくり霊夢です。今年に入ってから馬券が絶不調のマリサだぜ。前回はなんと桜花賞を制しました。びっくらこいたな。その後の安田記念も3着で楽しみな馬ですな。それでは本編スタート。クリスタルドレスの続きです。安田記念後も在休調整だな。こうなったら、宝塚記念目指しちゃいますか？ここは足元見た方がいいんじゃないのか？まんじゅうさんよ。でも仕上がっちゃったからね、仕方ないね。こうなりゃ破れかぶれだ。クリリンかな？ここはクロップちゃんか。ノリちゃんは依頼できなかったね。さて、印はどんなものかな。無印だと。しんがり人気か。やってみないとわからないよ。お任せで後方からだな。まあ仕方ないでしょ。スタンド前通過。ここでカットです。お、上がっていってるぞ。これはもしや。内からクリスタルドレス、いけるか。じゃあの、くそー、これがコバの壁か。またリベンジしたる系の。これが悲劇の始まりでした。え？桜の王者は不審を極めた。嘘だ。ご覧の有様だ。すみません、覚えがないです。お前が育成したんだろ。すみません、覚えがないです。はいはい、というわけで12月になりました。距離短縮で活路を開こう。さてどこに使う？スプリンターズステークスだな。完璧職人仕上げです。よくわからんがこれならって出来だな。完璧職人仕上げです。よくわからんがこれならって出来だな。ここもミキオ先生です。来年に目処をつけたいところだな。むむむ、無印良品だな。しかもしんがり人気か。ここで身体をかける。何まだ3歳だぞ。自分の競馬をしてくれよな。流れに乗れているぞ。よし、2列目キープ。申し分ないポジションだ。目を覚ませ女王。やれんのか。ここまでか。7着だったか。現役続行かは悩むところだな。どうするべきか。ここで引退を決意しました。明け4歳で引退か。早熟だったかな。桜花賞を勝ててよかった。母として期待が大きいな。というわけで2頭体制で進めます。さすが桜花賞馬、価格も高いな。メテオの3区が生まれました。馬からだからブラックライズと名付けました。青影は珍しいな。ちなみに安かったら売却するので馬名は募集していません。何頭渾身の名前が消えたことか。ブラクラは3000万超え期待できそうだ。バグ起こしそうで不吉だな。ブラックラグーンにした方が良かったか。ジョークのセンスは最悪だな。2年目はアスワンにしました。そして時が経ちました。
結局アスワンと3頭目のモガミ3区は売却したぜ。チャンネル名をつけたライジングさんも売却しました。うぷ主が泣くぞ。ブラックライズに集中ね、あと牝馬が生まれない。クリスタルドレス3区で牝馬が出たけどさすがに微妙すぎたんだぜ。こればっかりは引くしかないわね。ブラクラは5馬だしダービー目指せるかな？気が早すぎるぞ。さすがにそろそろダービー走れる馬を作りたいところね。仕上がったぜよ。黒の夜明けぜよ。横山のっぴにしました。元大阪府知事みたいな名前だな。早速1頭目だ。入れ込みが激しいな。ここは2番人気か。マーメイドタバンが相手だな。どこまでやれるか。出遅れちゃったな、この位置ではどうか。外から進出だ。ここから挽回。忍び寄れ。間からブラクラ。あーここまでか、ちょっと無理があったか。4着でのデビューでした。まだまだこれからってもんよ。レース後は疲れた様子なので放牧です。あの印並み勝利は楽に卒業したいわな。放牧から戻して再スタートです。というわけで今回はここまでだぜ。華々しいスタートから一転した回でした。生々しい感じだったな。俺たちの戦いはこれからだ。いいね、コメント、チャンネル登録もよろしく。ニヤニヤしながら拝見しております。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。